1863年頃にトラウンコとその周辺の風景を描いた絵画トンボ作品204はヨーゼフ・シュトラウスが1866年に作曲したポルパマズルカ。現代に赤色を表す言葉は含まれていないが赤トンボという放題が用いられる場合もある。演奏時間はおよそ5分。作曲者の代表作の一つであり。 かつポルカマズルカという音楽のジャンル自体を代表する作品でもある。1866年、ヨーゼフ・シュトラウスは妻のカロリーネと共にオーバー・エスター・ライヒ州に位置するトラウンシュタインさんとその周辺へハイキングに出かけた。その際にヨーゼフは土手で優雅に飛ぶトンボを見て新曲の着想を得た。こうして、羽音を立てて水辺を飛ぶトンボの様子を表すとされる。 このトンボが作曲された。広島戦争に敗北して沈むオーストリアの世相の中で、大々的な宣伝は行われなかったが、1866年10月21日に、フォルクスガルテンの演奏会で初演された後、喝采を浴びて4回もアンコールされたという。1889年12月2日、エジソンの代理人から録音を依頼されたブラームスは、自身の ハンガリー部曲第1番とヨーゼフのトンボの2曲を選び、自分でピアノを弾いて蓄音機に録音した。このブラームスによる録音は史上初のレコーディングとされているため、このトンボは初めてレコーディングされた楽曲の一つと言える。しかし、もともとうまく録音できなかったことに加え、第二次世界大戦の戦災にあったことが致命的打撃となり、 現在ではブラームスによるトンボはほとんど聞き取れなくなってしまっている。ブラームスが直々に演奏したという歴史的な価値の高さからこれまで何度か復元が試みられているがいずれも成功していない。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴の上 P240 赤トンボが採用されている。小川 P254 赤トンボ、トンボと併記されている。 ありがとうございます。